All right. Let's keep going. More investigating. 被害者は事件当日の朝までここにいて消えた。窓ははめ殺し。枠さんが窓から抜け出したってことはないな。部屋に異変があれば。Okay. Is there anything else? Is there anything else in the room? Just gonna check all the walls with my face. Check all the walls with my face. Nope, nothing going on here. Are you drunk? A little. Are you finished? Yeah, I guess I'm done. もう一通り調べたと思います。まだ何か。大久保さんはどのくらいの罪になるんですか。え？もし有罪になったら。10年とか、もしかしたらもっと。正確な予想はつきません。じゃあもし罪を認めたら、大久保さんの刑期は短くて済む。裁判長の心証は良くなります。無罪と言い張るよりは。それでも八神さんは無罪を主張するんですか。負けて一番苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は今回が初めての刑事弁護なんだけど。え？民事だと勝ったり負けたり、少し負け越してるかな。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのかも。寺澤さん、もしかして大久保君と親しい？話をしたことはあります。もちろん私もこのフロアのナースですから。じゃああなたから見て大久保君はどんな人？ごめんなさい、センター長からは余計なこと言うなって。待った。もし事件のことで何かあれば連絡を。俺は大久保君のために全力で弁護します。でも勝つためにはもっと大勢の力が必要なんです。多分寺澤さんの力も。さっき創薬センター見てきたよ。現場をこの目で確かめようと思ってね。それでどうでした？無罪を狙うなら絶望的だよ。おい、八神先生もそう思ってるんですか？俺は大久保君が無罪っていうんならとことん付き合う。それで俺が失うもんは何もないんだ。俺はやってませんよ。真犯人にはめられたんです。事件のあった日、君は創薬センター付属の入院病棟にいた。そして午前8時頃から病室のシーツを回収して回っていた。ええ、それは間違いないです。でその時枠さんの鼻と口を塞いで殺し、ランドリーカートに隠して運び出した。違います。俺が枠さんの部屋に行った時はもう誰もいなかった。俺はあの日一度も枠さんを見てません。分かった。シーツを回収し終えた朝10時頃、君は病院を出る間際、自分のトラックの荷台に被害者の死体が積まれていたことに気づいた。それは
事実です。そして警察に通報するか迷った末に君は死体を隠すという選択をしてしまった。障害の前科があるから警察は俺を疑うに決まってました。だから。それに枠のじいさんとは前にトラブルがあったんだって？トラブルって急に何の話です？事件の3日前、大久保君はじいさんから財布を盗んだと言って殴られてる。創薬センターで聞き込んできたよ。いつそんな話を？お前が寺沢ちゃんと二人でいた時にな。これでもちゃんと仕事してたんだよ、俺は。それより大久保君、本当に枠さんの財布を？違うんだよ。物取られ妄想って言うんだってな。認知症の症状で大事なものを盗まれたと思い込んじゃ周りを責めるらしい。ほんと手間かかって大変だよな。身に覚えもないのにいきなり泥棒呼ばわりだ。ショックだったろ。で、君はじいさんに殴られて危うく殴り返すとこだった。でも殴らなかった。だから後日殺したんだろう。俺はそんなことで人を殺したりしません。俺も無邪気にそう信じられたらいいんだけどな。大久保君、女を殴った前があるし。どこかに真犯人がいるんですよ。そいつが俺をはめたんです。俺じゃない、犯人は別にいるんだよ。そいつはどっかで俺らを見て笑ってるんだ。落ち着け。八神先生は俺が無実だって信じてくれますか？信じてるよ。じゃあ次からは一人で来てください。安心しろ、邪魔者はもう来ねえよ。あとは八神先生に任せた。なあ、寺沢さんってナース知ってるだろ？結構可愛い。大久保君を心配してたよ。無罪になったら脈があるかもな。そうですか、失礼します。I think I already know what's going on. I have a suspicion. I won't say though.新谷のやつ、やっぱり放り出しやがったか。あいつは粘りがなくていけねえよ。けどこれでもう俺の案件です。一人でやりますよ。そうか。 OK。 Oh, I forgot. He had to fart for good measure. 八神さん、ん？最近真冬と会ってないんですか？ Oh, no. え？なんで急に？あの子は男の人に免疫がありません。八神さんがリードするべきです。なんだそれ。総理君の幼馴染か。新谷が悔しがってたぜ。あんな美人の友達がいるならもっと沙織君に優しくしときゃよかったってよ。俺らまだ付き合ってるわけじゃ。まだと言いましたね。つまりその気はあると。だとしてもそっとしておいてくれる。that laugh is a little creepy, but okay. Hey, you got any cases in the space in the past for me? もうそっとしておいてあげます。 I'll give you space, don't worry. Seriously, that's creepy. Why give me space for what? I don't.
That's definitely creepy. Can I go? Can I go? Can I? Have you locked me in? Oh my god, are you gonna murder me? Mafuyu-kun wa kenji nan da ro? Benkoshi to tsukiyau to ka ari nan ka? Dakara hottoke tte. Ma. Mazu wa Okubo Shinpei no ken ka.無罪を主張する方針で行くんだな。そのつもりです。かつ目処はついてるのか。なんか突破口はあるんだろう。まあ一つだけ掘り下げたいと思っている証拠があります。おお、そりゃなんだ。How do I prove he's innocent? Victim's bodily fluids. He's just sitting there staring at me. Come on now. I ain't got all day. I don't know. I mean, Maybe? これです。Look at this. 被害者が入院していた個室なんですが、この場所で目撃されたのを最後に被害者は姿を消しました。その時目撃者は病院のドア越しにこんなアングルで枠さんを見たはずなんです。でもこれだと手前の棚で見通しが悪い。ああ。要するにベッドに寝ていたのが本当に本人だったかは反論の余地があります。布団の中に人がいるように見えただけだったとか、または犯人がそう見せかけたとか。だとしたら裁判にどう響く？まず8時の時点で被害者が生きていたという前提がなくなります。すると犯行可能だった時間帯が大幅に広がる。弁護側としては大久保以外の人間でも被害者を病室から連れ出せたと主張できます。なるほど、悪くねえな。おい、お前なんだ。今の新谷の声だよな。多分。逃げるだ。What? Oh no. What happened there? 今のやつが家を盗みに来してて。Kick me in the balls! What? Stun gun. Yeah, that's definitely that lady. Yeah, I was figuring, that nurse was definitely fucking suspicious. Pretty suspicious. I have an idea that she's probably the serial killer. Even though I think she's the girlfriend that got murdered. But I need to actually look at that part, because I'm having a suspicion she's not actually dead now. Like, that was just to cover up her death. Or her escape, I guess. So I'm really believing that this lady right here is a... Whoa, why did I go that way? Oh, hell yeah! But yeah, I'm really believing that this lady's the killer. Just manipulated that guy into, like, murdering people. Or murdering that one dude. I don't know why, but... Gotta cover up a crime. Oh no, I've been found! Tsuka! Dareka taskete! Anta Terasa-san daro? Shigau ka? Yep. Hanashite! Hey, bro! Konna hito mae de dodo to chikan ka yo?
クズ野郎。ああ、ボイ。てめえをおもちゃにしてやんぞ。I don't care about your kung fu shit. Time for fighting. It's time for fucking punching, dude. Gonna Oh, look at my health bar. It's so tiny. Am I gonna actually be able to fight all these guys? Oh no. I hope I'll be able to fight them.Gotta be careful. Gotta be. Oh no. So it doesn't. It's not building up my heat gauge either. So it's like I can't do EX moves. Hopefully I can defeat all these gentlemen. He's a lot slower than he was before. Oh, I do have EX. It just takes a hell of a lot longer to build. Excuse me.Kick you down the street, gentlemen. Excuse me. Got him. Oh, I didn't even get points for that. Stupid time paradox. Didn't even get SP for that one. Lawyer-san, te.案外強いんですね。Are we gonna go fuck now? What? It's like a here, come here. We're going to my place. Like, oh shit, this escalated quickly. Oh, we're just gonna go get drunk. It's a good start.It's a jumping off point. 用があって来てくれたんじゃないのか。八神さんと話したいことがあって、でもあそこでまた悩んでたの。そしたらあのセクハラ弁護士が大声出すからつい。だからっていきなりスタンガンかよ。まあ、あの人だったから別にいいけど。話すだけなら悩む必要なんてないんだよ。どんな内容でも。秘密にしたければ黙ってる。Keep all your secrets. 安心しな。That's my job. 弁護士の守秘義務ってやつだ。ワクさんを最後に見た目撃者がいますよね。病室で寝ているのを見たって。ああ。その証言をするの、庄野さんっていう人なんです。先端創薬開発センターの科学者で。センター長の右腕。Oh, he's that Gollum looking dude? Yeah. I have an unfortunate face. ええ。真面目な人だから、ナースからも信頼されてて。でも証言する内容を聞いたら、ちょっと引っかかることがあった。どういうこと？ショーノさんが本当にワクさんを見たのか、なんか怪しいっていうか。嘘をついてるってことじゃないの。ただちょっと勘違いしてるんじゃないかなって。他のナースも多分みんなそう思ってると。そんな話今まで全然出てなかったな。だって研究棟の先生にケチつけることになるでしょ。 Is that woman from before? ナースの立場じゃ。 Lord, how long has she been at this bar? おまけに裁判で証言なんてことになったら、寺澤さんも証言まではできない。うん、私はもともと職場でちょっと浮いてる方だし。それに、うん、大久保さんは無実だと思うから。へえ、そっか。やっと俺にも味方ができた。What a dupe. Getting duped.Silly Yagami.私は先端創薬開発センターの研究員です。
センター付属の入院棟では様々な新薬の臨床試験が行われてまして、それで事件の日もいつも通り患者さんたちの様子を見に行ってました。それは何時頃でしたか？7時50分頃です。確かですか？患者さんたちの朝食はいつも8時と決められてます。ですからあの日だけでなく、私はいつもその時間に入院フロアのデイルームへ行くんです。デイルームというのは？ええ、自力で立てる患者さんは各自の病室ではなく、そのデイルームで朝食をとります。そして私はナースが食事を介助する脇で患者さんたちから体調や薬の感想を聞き取るんです。庄野さんはそこへ向かう途中、被害者の病室を通りかかったわけですね。はい。その時に枠さんの姿を目撃された。はい。どのような状況で枠さんを見られたんでしょうか？病室のドアには窓がついていて、廊下からも覗くことができます。こちらが病室の様子ですね。そうです。私は廊下にいて、その窓越しに枠さんを見ました。枠さんは布団をかけた状態でベッドで眠っていらっしゃいました。その時刻がだいたい7時50分頃です。以上です。八神先生、今更だけど、なんであの子が証人に？向こうから申し出てきたんだけど、なんかまずいのか？いや、別に。Oh boy. Oh boy. Here's my chance to look like even more of a doof. 先ほどの庄野さんの証言は聞かれてましたよね。はい。聞いていてどう思われました？科学者として正確な言い方をしてないと思いました。そして医者としても患者に向き合っていなさすぎると思います。もう少し具体的にお願いできますか？庄野さんは枠さんが病室で寝ていたと言っていました。でも廊下の外からそれを確認することはできなかったはずです。今の寺澤さんの証言を示す証拠があります。こちらをご覧ください。被害者の病室をドア外から撮影した写真です。つまり庄野さんが枠さんを目撃した時もこんな風に見えたはずです。Crap. I'm gonna say that. 被害者は庄野さんが目撃した時にはすでに亡くなっていたんです。は？何を言い出すんだ？この時被告人はまだシーツの回収をしておらず、センターにも到着していません。つまり真犯人は被告人ではなく、また別にいるということです。じゃあ犯人でもない被告人がなんで被害者の遺体をわざわざランドリーカートに隠して病室から持ち出したんです？え？いや、それはですね。I just ran into a roadblock. 弁護人は自分が何を言っているのか分かってるのか？失礼。改めてご説明します。Just redo everybody. 目撃証人の庄野さんは枠さんが病室ですが。Alright, let's try that again. こちら被害者。Yeah, okay. Sure. We'll go with that one. はあ？そして
庄野さんが立ち去った後、被害者を殺害。病室からランドリーカートに遺体を隠して地下駐車。だから被害者が目撃、あなたの弁護して、じゃあやっぱり被告人が真犯。Screwed up again. I'm a really bad lawyer. Hold on. Take three. Take three, everybody. We got this. You're really testing my patience, defendant. Mr. Defense Attorney. Well, to say he was lying. Shono-san が被害者の枠さんを見たという証言は嘘でした。何？何？なぜなら、Shono-san が見たものは枠さんであるとは限りません。単に布団の膨らみを見ただけの可能性がある。にもかかわらず、枠さんが寝ていたとの証言は明らかに誇張しすぎです。そうでしょうか。常識的に考えれば、枠さんが寝ているとしか。私たちナースは患者さんの状況を見る際には必ず入室します。枠さんのこの病室の場合、廊下から室内を覗き込んだだけでは何も分かりません。以前布団の膨らみを見て患者さんがベッドにいると思い込んでいると、デイルームでお食事中だったということも実際に何度かありました。その時は布団の中に枕が入り込んで人がいるように見えてしまってたんです。ここは大事なところです。検察は被害者が病室から運び出された時間を、庄野さんの証言により7時50分頃から8時半までとしています。そしてその間、枠さんの遺体を隠して運べたのはランドリーカートを押していた被告人しかいなかったと。しかし庄野さんの証言が正確でないなら、例えば犯人は前日の夜、人目につかない時間に枠さんを連れ出すこともできます。そしてその後、隙を伺って被告人のトラックにその遺体を隠すということも。つまり今回の犯行が被告人以外にも十分可能だったということになり、検察の主張は根本から覆ります。裁判長、この新たな証言を踏まえ、検察側証人の庄野氏に対して再度尋問させてください。庄野さん。はい。単刀直入に伺います。あなたは事件当日の朝、枠さんの病室の中に何をご覧になりましたか？ベッドで眠っている枠さんだったと思います。はっきりと枠さんの顔を見ましたか？よく覚えてません。ではベッドにいたのは別人だった可能性があります。もしくはただ単に布団が膨らんで見えていただけで誰もいなかったのかも。そうではありませんか？異議あり。弁護人の意見を押し付ける質問です。弁護人は質問を変えていただけますか？あなたが見たのは枠さんだったと間違いなく言い切れますか？言い切れないかもしれません。自分は以上です。がここで一つ検察に申し上げます。は？被告人は犯行がわずかな時間帯に行われたという前提のもと、ただ一人の被疑者として起訴されました。しかし正確性に欠ける目撃証言が崩れた今、犯行は被告人以外の人物にも十分可能だったと考えられます。そこで検察は控訴取り消しはお考えになりませんか？もうこの裁判自体が時間の無駄にもなりかねませんので。検察は目撃証言が崩れたとは認識しておりません。些細な点で記憶が曖昧だとしても、証人が被害者を目撃したことは間違いありません。それでは正確性に欠けると思いませんか？
善とある若者を殺人という罪で裁くこの場で正野氏の証言は完全に信頼できると言えますか？正野氏は誠実な科学者です。幼い頃に認知症のおばあ様の姿を見て育ち、その特効薬を作ろうと苦学の末に先端創薬開発センターで指折りの科学者にまでなった。日夜研究し、そして患者をいたわる気持ちから日々巡回していたことで今回の目撃証言につながったんです。その証言を完全に信頼できるかと聞かれれば間違いないと答えるほかありません。すると検察はこれまでもこれからも正野さんが言うことなら何でも頭ごなしに信じると、そういうわけですか？証人の肩書きを信頼しすぎて証言への裏付けが不十分だったのではありませんか？証人の肩書きに左右されることはありません。検察は DV の前科を持つ被告人の証言にさえ聞く耳を持っています。6年前、被告人の当時の恋人は指を骨折させられ、今も後遺症が残っています。原因は飲酒と些細な日常生活での行き違いでした。一方、今回被告人は事件のあった数日前に被害者の枠さんから財布を盗んだと疑われ顔をはたかれています。このことは異常者といえるほど激しやすい被告人が犯行に至った動機として十分に考えられる。どうされました？その顔な、大抵しないのであればお座りください。寺澤さん、大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。勝手な発言は控えてください。枠さんに殴られたことも認知症の症状の一つと理解してました。だから恨みなんてしない。それが殺人の理由なんて考えられない。寺澤さん、もういい。大久保さんにだっていいところはいっぱいあります。今すぐ退廷を命じます。確かに愛想はいい方じゃないけど仕事熱心だし約束は絶対に守るし、大久保さんは万が一自分が有罪になったら私に迷惑がかかるから、だから私に証言はするなって。だから弁護士にさえ私たちが付き合っていること絶対に言うなって。自分が刑務所に行くかもしれないのに私の将来を一番に考えてくれる人なんです。そういう人なんです。そんな大久保さんを異常者と呼ぶ検事が本当に聞く耳を持っているんですか？それからも審理は続いたが、彼女の捨て台詞が判決の行方を決定づけたように思う。大久保新平は無罪とされた。しかしそれからわずか一月後、その大久保の手によって寺澤恵美は無残な姿に変わり果てた。That was one hell of a flashback. That was an hour-long flashback. どうも。はい。どうしました？いえ、何でもありませんよ、事務次官。しかし、makes my face puffy. 3年ぶりにお会いします。木戸さん、今もセンター長でいらしたんですね。
確かに見覚えがあるな。でも前よりずいぶんやさぐれたか。今はカムロ町で探偵をやってます、八神です。腹が立つよ。あの時は君のせいでミスミス寺沢君を。そうだろう少の。誰にも止められなかったんです。私がもっとしっかり証言できていればよかった。庄野さんでしたか。それで今日はここで何を。ある殺人事件の調査をしてます。ぜひご協力いただけませんか。昔のよしみで。ああ、そういうことか。わかった、ご苦労さん。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は庄野だ。さっきのあの庄野さんですか。まあ結局何の用だったかは分からずじまいだがね。電話があった時庄野は席を外していたし、その新谷さんも伝言は残さなかった。でも何か心当たりは。さあ、庄野は新谷さんと面識がないと言っている。だから電話が来た理由もわからんと。本当に。はあ、私も庄野もアドデックナインの論文著者だよ。これでも随分名が知られるようになってね。赤の他人が友人や親戚と名乗って連絡よこすこともある。新谷さんもそういう手合いじゃなかったのかね。新谷を殺害した犯人はカムロ町でモグラと呼ばれてます。これまでに他にも3件ヤクザの目をえぐって殺してる。その事件はご存知ですか。ニュースくらいは。モグラがこちらのセンターと関係してそうなことは。は？思い当たることは何もないね。そろそろいいだろう。もう協力できることはないよ。あの、お待ちください。困ります。Oh shit, Popo here. 黒岩と言います。Popo Colin. カムロ署組織犯罪対策課。こちらへ、ある事件の重要参考人がお邪魔してること。Am I going to jail? You really gonna arrest me, dude? お前のことだぞ、ヤガミ。ん？新谷弁護士殺害事件の重要参考人として、話を聞かせてもらう。なんだと？Dude, come on. Whatever. Previously on Judgment. Mogura の新たな犠牲者となった新谷弁護士。その生前最後の通話履歴から八神を破滅させた3年前の事件が蘇る。病院から連れ去られ山に埋められた入院患者。八神の弁護で罪を免れた容疑者大久保新平は、そのわずか一月後、包丁で刺した恋人寺沢恵美に火を放った。新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。何だと。源田法律事務所の星野と言います。刑事さん、これは任意の同行ということですね。ええ。八神さん、どうします。お断りします。何？ではそういうことですので、お引き取りを。大事にしたくなきゃ一緒に来た方がいいな。今だから任意で済んでんだ。そんな脅しは
弁護士に通用しませんよ。あの、よそでやってもらえませんか。私も暇じゃない。法廷から逃げ打った弁護士には通じるんだよ。叩きゃ埃だらけだしな。おとなしくついてこい。札なんか取ったらこっちも引けなくなるぞ。取れるもんなら取ってこいよ。俺を疑う根拠はどうせ何もないんだ。なきゃ作ってやろうか。おい、よそでやってくれ。後悔するぞ。黒岩さん。I'll beat your face later, I guess. 君らも出て行け。その前に長野さんと話をさせてもらえませんか。なんで新谷から電話がかかってきたのか、そのあたりを。だから長野にも心当たりはないんだよ。さっきそう言ったろ。もうお引き取りを。わかりました。お忙しいところどうも。なんかいろいろ妙なことになりましたね。あの刑事、八神さんを重要参考人だなんて。ああ、何言ってんだかわからねえけど、それより俺らがここに来てることがなぜか筒抜けだったな。そういえば警察はどうやって僕らの居場所。さあな。それより今は正野だ。せっかくここまで来たんだし、なんとか直接話がしたい。ですね。どこで会えるか受付で聞いてみましょう。Oh, thank you, Jesus. Okay, woo! Let's go talk to the receptionist later. This is the exposition portion of the game where I do very little talking. But yeah, I'll cut it here and we'll start another one.